アロハ DJ サワライズです。 FF レコードキーパーメロジアム TV やっていきたいと思います。ちょっとね、前回のね動画見てくれた人はわかると思うんですけど、第3弾欲しかったクラウド様とセフィロスの、覚醒奥義無事ゲットできました、イエイって感じで、44連ですね。ミスル260個あったんで、ミスル200個使って無事ジェムを使わないで欲しいものをゲットすることができました。ってことでね、今回予定にはなかったんですけど、この、何ですかね、ヴィンセント、これは持ってんな。ヴィンセントの覚醒奥義、これラインナップ入ってるんで、これ欲しいんですよね。で、今回の福袋で、まあ、散々この、動画でも言ってるんですけど、炎属性のチェーンだけ持ってないんですよ。魔法も物理も全部合わせて。他は何かしらは持ってるんですよ。両方持ってたりとか。で、僕、炎の、まあ、物理もそこそこキャラ揃ってるんですけど、まあ、何度も言ってますけど、魔法、炎パーティーがすごい強いんですよ。ティナ、ビビ、グルルっているんで、そこで、で、今回のね、チェインの福袋で、チェインが2個選べるってことで、もうヴィンセント1個確定してるんですけども、もうゲットするって。もう闇ガチャで出る、可能性があるんで、それ出たらラッキーで他のやつ選ぼうと思うんですけど、まあまあそう簡単にピンポイントに出ないと思うんで。で、まあチェインゲットするのはもう選ぶって決めてるんですけど、そんでね、ドリームで、ヴィンセントの、炎反射のバースターゲットしようと思ってるんですよ。ってこともあったんで、ヴィンセント強化したいなっていうのがあって、このガチャにかけてみたいと思うんですけど、もちろんね、ザックスもね、覚醒奥義出てるんですよ。で、セブンメンバーだったらナイトメアもそうですし、風物理もザックスが、スタメンなんで、これ手に入れるだけで全然違いますね。あとティファは結構個人的に好きなキャラなんで、地属性物理だったらティファをちょっとレギュラーにしてあげたいんで、覚醒奥義。これ出たらティファ用にちょっとアビを作ってあげたいなって思いますね。あとヴィンセントですよね。アンジールはちょっといらないですね。まあでも、覚醒でもないんで。で、ティファの奥義も持ってないんで、ちょっと欲しいっちゃ欲しいですね。で、これなんですよ。これ。セフィロスのこれ。超絶。これ、闇属性の限界突破できるやつなんで、これちょっと実は、ドリームの超絶でこれゲットしようと思ってるんですよ。なんでこれが出てくれるとすごい助かります。まあ、これは持ってるんで、まあ、あとザックスの戦技。まあ、基本的にこの、あれですね、ティファもそうなんですけど、ザックスもレジェマテ持ってないんですよ。ヴィンセントも、セフィロスも。で、基本的に持ってんのこのヴィンセントの超絶、ブレイブだけなんで、被りは多分ほぼないと思うんですけど、アンジール以外だったら何でもいいですね。って感じで、まあ、さっきの第3弾、今回のやつの第3弾やった感じだと、ミラボ1個しか出なかったんですよ、1個。もう単発みたいな。でも超ドキドキしたんで、3つとか出てほしいですね。これ引くの1回だけなんで、そのチャンスで、ちょっと、そうっすね。なんか、神引きしたいっすね。ちょっと神引きできてないんで、最近。ってことで、今回ジェムは使わずに、ミスリルでいきます。いきます。いやー、狙うわ。待って、バックのところ、ヴィンセントの入手のやつよりは、どっちかしたら、これをバックにやりたいですね。欲しいやつ。ヴィンセントの覚醒奥義、お願いします。50使いますよ、ミスリル。最後のミスリルです。お願いします。神引き、ミラボ、3つ。ポン。おー、でもミラボ1個来た。なんだ、アンジル以外だったら何でもいいですよ。さっきヴィンセントの被りだけやめてください。でもそれ以外だったら、あ、でも、奥義はでもいらないなぁ。どっちかって言ったら、セフィロスの服みたいな、ズボンみたいな、欲しいっすね。どうなるこれ、なんだこれ。刀。これランジールじゃないですか。違う、これなんだろうこれ。わかんねえ。これなんだろう。え、なにこれ。戦技じゃないですかこれ。ザック戦技か。星6戦技か。期待した。びっくりした。なんだこれ。なるほど。風耐性をレベル2段、2をダウン。まあ、使えるな。使えるんだけどな。こんなんラインナップに入ってましたっけ。
全然見てなかった。これか、これが出たのか、これが出たんですね。なるほど、戦技か、そっか、星六戦技があるんですよね、今度から。マジか、もうちょっとな。まあそう簡単に覚醒奥義は渡さねえよってことですよね。そんな覚醒奥義のバーゲンセールやってるわけじゃないですからね、新規ですからね。ということで今回はザックス強化できました。しかも、まあ、ザックス結構個人的にはチェーン役しかほとんどなかったんで、まあ、実戦ではこれ正直使える技っすね。でも1回しか使えないですよね、多分これ。1回のみっすよね。なんで、まあ、正直これ使えますね。風弱体も耐性ダウン、弱体持ってなかったんで、まあまあまあ。今後これ戦技もあれなんですかね、ドリームとかで選べるときにあのこれもラインナップ入るんですかね、戦技も。でも1回しか使えないから使いどこ結構考えて、後半なのか前半なのかって感じですよね、追い込みかけるとき。 OK です。セブンやっぱいいっすね、この音楽も好きっす。ってことで今回はセブンガチャザックスの星6戦技でした。ありがとうございます。